皆様ごきげんよう、高松菜奈でございます。シンガーの要員曲です。よろしくお願いします。お願いします。先生の動画すっごい素敵です。ありがとうございます。 YouTube のチャンネルで見させていただきました。おー、ありがとうございます。すごいですね。ちょっと見ますか。あ、見たいです。いいですか。はい、ありがとうございます。ぜひ。本当すごいんですよ。これ映像挟まるんですよね、多分ね。はい。すごーい。何これ。これ全部やられてるんですか。そうなんです、これ全部僕です。おお一人だけ違うんです、今回は。そうなんですね。全部僕です。おお、素敵。すごいですね。ありがとうございます。いっぱい音が聞こえてきましたよ。素人か。これ全部の音担当されてるんですよね。そうです。今回はちょっとあのコラボレーションをしてるんで、はい、コラボをしてるんで一人だけドラマーの方に入れてもらってるんですけど、はい、それ以外はもう全部僕ですね。すごいですね。これどうやって作ってるんですか、気になります。これはですね、まずまあ楽譜を書きます。まあいろいろ、いろんな僕カバー曲をやってるんですけど。楽譜も書けるんですか。楽譜も書きます。いやいやいや、もうピアノやられてる方にはね、これはないですけど。そうですね。ピアノ弾けるんですか。あ、ごめんなさい、弾けないです。で、まあ、編曲をちょっとするんですね、はい、アカペラをやってるので、はい、アカペラアレンジをしまして、でそれをどういうパートにするかとか構想を練って作りまして、はい、でレコーディングをするんですけど、はい、まずドラムから入れまして、はい、ドラムのパートがありまして、ドラムのパートを入れて、でリズムのパートを入れて、それからコーラスを上から順番に1個ずつ取っていくんですね、はい、でも差し支えなければ、はい、ドラムのパートちょっとやって、マジですか。難しいですか。そんなことないんですよ。で、まあ、僕はちょっとボイスパーカッション の, そのビートボックスの人ではないので、はい、あれなんですけど、もう何が何だかよく分かんないですけど、まあ、僕はシンガーなので、はい、そのドンツドンツやるのが専門ではないんですけども、はいはい、例えばどうかです。今実は携帯から流してたじゃないですか。そう、素人。すごいですね。いやいやいや、高松さんやってみて。あ、高松さんやってみてください。いやいやいや、フェリスでそれ教えないでしょ。いや、本当に本当にやる。汚い。あ、すみません、女性です。女性です。そんなこと言っちゃダメですね。すみません、すみません。まあまあ、こんな感じじゃないですか。一緒です。おお、それはやばいですね。これ耳を鍛えるっていうのは大事ですね。耳良くないですかね。良くないですね。いや、でもどうなんですかね。まあまあ、ボイスパーカッションは、ね、はい、別にできなくてもいいです。すごいですね。あ、これを全パートやって、ね、後で一緒にしてるんですか。そうです。あの、まあ、取ったパートを聞きながら次のパートをこう重ねて。行ってやってますね。あと1回録音してそれを聞きながら撮ってまた重ねて。あ、そうです、そうです。大変ですね、作るのは。いや、まあまあ大変ですけど。どのぐらいかかるんですか。2日ですね。レコーディングは2日でやってます。あ、そうなんですね。はい、まあ映像とかも作るんでまた違うんですけど、あのレコーディングは何時間ぐらいやってるんですか。レコーディングは12時間ずつぐらいやってます。いや、2日的に結構簡単なんだなと思ってた。12時間もやってるんですね。1日目でコーラスを取り終えて、次の日の朝に低いパートを取るんですよ。あの、声が低いから朝。そうです。時間短縮のために。時間短縮のために。すごいですね。低い声がいい時に取ります。そんなに。じゃあ、こう大変な作品なんですね。ドラムも今はあの一パートでやりましたけど、本当は別々で撮って、例えば今のはってこう全部やってましたけど、はい、例えばみたいな、それだけ撮って、みたいなやつがだけ撮って、どうやって合わせるのかもう分かんないですもん。別々で撮ったりしますね。すごいですね。それももう曲を書いてる時にイメージできるんですか。はい、まあ、書いてる時にイメージしないと後でちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうので、何パートぐらいを合わせてるんですか、合計で。さっきの動画は21とかですかね。じゃ同時に21個どのタイミングでどれが来たらいいかっていうのが瞬時に分かるってことですか。瞬時に分かるというか、まあ瞬時に分からないので楽譜を書きます。すごい。そうです、覚えられないですからね。はい、全部書いて。
で見ながらレコーディングして。そんなことできる方いらっしゃらないんじゃないですか。ありがとうございます全然謙虚じゃないですねいやあなたほどじゃないですよありがとうございます。ありがとうございます。素敵ですね、はい、ありがとうございました。今日も頑張ります、はい、では続いてはトレーニング方法についてお伺いしたいと思います。ごきげんよう。